かっこいいオープニングムービーとかないですからあのチームで YouTube やってる人とは違うんで、まあ低コスト低クオリティでやっていきたいと思ってます。もう自分の入場と同じコンセプトでね。で、そうですね、動画の編集技術とかももう一切持ってないので見づらかったら申し訳ないです。なんかラジオみたいな感じで聞き流していただければと思ってます。まあ大晦日盛大に負けまして、で、まあ地上波で集大を全国に晒して、でかと思えば YouTube で泣いてる姿が延々と晒され続けてるんで、もう今さら恥も外聞もなく始めてやろうかと思ってます。まあ、さらに言うと、なんかこう試合の後誰にとか言わせじゃないですけど、なんかこう YouTube という大きな存在になんか自分が消費され続けてる感じがすごく嫌で、もうなんかなんすかね、ちょっとでも自分でも利用してやろうかなと思いまして、ちょっと足を突っ込んでみることにしました。まあ自分としてはまああれですね、なんか SNS の一つというか、なんか Twitter みたいな感じで発信するためのチャンネルの一つとして、まあ、有効に活用していきたいなと思ってます。で、まあ、あの最初に一個だけ言っておくと、あの大晦日の試合の振り返りとかは基本的には自分のところではする気ございませんので、あのそれを期待して見に来てくださった方は申し訳ないです。まあ、ちょっとこれ以上あの試合からいろいろなんかこういただいてしまうのは申し訳ないというか、なんか個人的にすごく嫌なので、まあ、その辺はあの長谷健さんのチャンネルとか大沢健二さんのチャンネルとか、あと上田隆夫さんのファイターズフローのチャンネルとかであの一通り語ってますので、ぜひそちらをご視聴ください。で、まあ、自分のチャンネルでまず、まあ、初め初回ということで何を喋ろうかと思ったんですが、まあ、あのとりあえずドミネーターっていうリングネームの由来と、であとはあの入場のお面の、まあ、由来、その2つをまあ簡単に話して終わろうかなと思ってます。で、まあ、なんか未だにちょこちょこ聞かれるんで、もうここで答えてしまって、でも今度聞かれたら動画見ろって言えるようにしておきたいと思います。で、まあ、そもそもなんですけど、自分でつけてないんですよ、ドミネーターって。自分でつけたわけじゃないですからね。なんかこいつネーミングセンスおかしいだろうみたいなのたまにコメント見かけますけど、自分でつけてないですからで、まあ、誰がつけたかっていうと、もうあれですよ、自分のマネジメントしてくださってる梅田さんっていう方、梅田康介さんっていう方がいらっしゃいまして、まあ、その梅田さんも昔、今引退されてしまったんですけど、ディープで自分と同じフェザー級で戦ってた選手で方で、で、まあ、自分のマネジメント、要はあの団体と、まあ、自分の間に入っていろいろやってくださってる方なんですが、まあ、要はこの人が勝手につけたんですよ。で、まあ、次試合決まったぞって言われて、で、まあ、自分としてはまあ決まったんだっていうのが、まず、まあ、うちうちにその話があって、じゃあオフィシャル、その公式ディープから発表がされるタイミングで、自分が発表されたんだって思って、ディープのサイトとかを見に行ったら、このヤマスとサトシの間にドミネーターっていうのが勝手に入ってたんですね。で、まあ、さらに言うと、そのヤマスドミネーターサトシになる前、一回だけヤマスクルーズ先輩サトシっていう名前でも試合を、これも勝手につけられてさせられてるわけです。で、まあ、ドミネーターもクルーズ先輩っていうのも、どっちもあの UFC ファイターのドミニク・クルーズっていう選手がいまして、で、まあ、そのドミニク・クルーズっていうのが、まあ、なんかちょっと前に、ちょっと前の、なんかこう打撃をスイッチする、あの右構えと左構えをコロコロ変えていくスタイルの、スイッチスタイルのなんか一つ象徴みたいな選手だったんですね。で、自分も、まあ、実際ドミニク・クルーズの総合的なスタイルとは全く自分のスタイルは違うんですけど、自分も昔から打撃をスイッチする選手だったので、まあ、そこを見て梅田さんがお前ドミニク・クルーズみたいだなっていうのは言っていて、それがあったんで、まあ、まずクルーズ先輩って名前をつけて、その後
あのドミニク・クルーズの異名であるドミネーターっていうところを取ってこの名前を付けたんですね。で、まあ、そのヤマス・クルーズ先輩サトシっていうのも、自分のまあ先輩に当たるのかな、茨城で、ね、これも格闘技始めて、まあ、梅田さんの後輩に当たる方なんですけど、佐久間不良先輩ヒロトっていう選手がいらっしゃいまして、まあ、ぜひ経歴が面白い方なので調べていただきたいんですけど、まあ、この佐久間不良先輩ヒロトっていうその梅田さんの後輩をいじるためにヤマス・クルーズ先輩サトシっていう名前をつけたんですね。後輩をいじるために後輩のリングネーム勝手に決めるっていう、かなり斬新なスタイルをあのかましてるわけです、はい。で、まあ、その試合は負けまして、で次の試合も気づいたらドミネーターって名前つけられてて、でさらになんかこうなんか入場をなんかこう演出するため、もうよくわかんないですけど、あのこれも T ブラッド、自分が茨城の時所属していたあの、まあ、T ブラッドっていうジムの、代表の岩瀬さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その岩瀬さんがまたここに絡んできて、まあ、岩瀬さんがじゃあ後輩にあの面白いもの持ってこさせるからって言って、あのボンタンっていう、わかりますかね、あの自分も全然世代じゃないんでわからないですけど、あのやったらブカブカの学ラン、昔の不良が着てたボンタンっていうのをその岩瀬さんが後輩に持ってこさせて、お前これ着て入場しろっていう話になったんですよ。さらにそこに加えて、あの入場曲もあの自分選択の自由なかったんでなぜか軍歌で入場させられる、自分右とか左とかないんですけど、なぜか軍歌で入場させられる、ボンタン着て軍歌で入場するっていうことがもう自分の意思と関係ないところで決まったんですよ、そのドミネーターのデビュー戦で。で、まあ、当日その会場入りするわけですね。で会場入りしたら梅田さんがこれあのうちの物置にあったからこれつけて入場しろっつって渡されたのが、あの真っ白なその100均のお面なんですよ。もう何のコンセプトもないですで、もう自分はもうそれもう本当勘弁してくださいって言ったんですけど、同じ控え室に、まあ、あの T ブラッドだったんでセコンドお願いしてた川尻さんがあのいらっしゃって、もう山須お前絶対その軍歌とボンタン着てなんかこうネタっぽい入場したらお前絶対あの照れ笑いしちゃってもう台無しになっちゃうから、お前これかぶって表情隠した方がいいよってもう言われて、もうつけざるを得ない感じになっちゃったんですねであの今のヤマスの入場の原型となったあのお面をつけての入場っていうのがそこで完成したわけなんですね。まあ、要はあの茨城の先輩方の悪ふざけの集合体みたいな姿でドミネーターのデビュー戦が、行われたわけです。はい、まあそのお面もですね、その一番最初にその今自分が被ってるのって2代目なんですよ。で一番最初に梅田さんが持ってきたのってなんかどこ製の100均か分かんないですけど、すごいペラペラなプラスチックでできてて、でなんですかね、もうその持ち運びとかですぐボロボロになっちゃって、でなんかこうセコンドにこう入場して預けたら、セコンドがあのリングのコーナーのところにある鉄柱にこうやってもう輪ゴムを引っ掛けて、まあ、鉄柱にお面がついてるみたいな状態にして、もう試合が始まるわけですよ。でその試合でちょうど自分が KO 負けした試合で、でもなんですか、ね、バタバタしながら退場してたら、そのお面をそこに鉄柱につけたまま忘れやがってずっとあの鉄柱の向かいに座ってるお客さんをずっとお面が見続けるみたいなのが1時間ぐらい続いたこともあったりしたんですけど、まあ、その最初のお面がやたらもう安っぽかった、すぐボロボロになったんですね。でもこれでやっとあもうお面つけて入場というわけでも分かんないことしなくていいんだって思ってたら、梅田さんが新しいの買ってきたっつってまあダイソー様の、素晴らしく品質の高いお面を買ってきてくださって、すごいこれがまたしっかりしてるんだ、もうね当分やめられないぐらいしっかりしてるんですよこれが、残念ながら。で、まあ、要はその梅田さんマネジメントのせいでドミネーターって名前になったんですけど、梅田さんにマネジメントされてた茨城の若手っていうのも自分以外にも何人かい
て、で特に自分のリングネームで遊んで以降、いろんな若手のリングネームで遊ぶようになっちゃって、神田 T800 周一で、まあ、こいつもあの1回だけ周一シュワルツネッガーっていう名前で試合させられてますしあとはモチビンタで、風魔かける、靴神風和志で、地のジャスティスヒロキとか、もうなんかもう全員基本コンセプトがよくわかんないですけど、そういう面々と、なんか梅田さんのチルドレン、梅田チルドレンみたいな人が結構茨城発で何人か出てきてるんですよね。まあぜひ気が向いたら調べてみてください。まあこんなとこですかねもう何の山も落ちもない話をしてますけど、まあまた気が向いたら動画撮って更新していけたらと思ってますんで、皆さんも気が向いたら登録して、気が向いたら見てください。まあ、またあの2月にディープ、まあ100インパクトじゃないな、100インパクトっていうのかな、あれ、まあ、ディープ20周年記念の大会とかもあったりするんで、なんかまあその辺の、まあ、宣伝交じりに、動画とか作っていきたいなって今ぼんやりと考えてるんで、まああとなんですかね、卓球の話とかすんのかな卓球の話とか、なんですかね、受験の話とかしましょうかわかんないですけど、まあこんなところでおしまいにしたいと思いますお付き合いいただきましてありがとうございました。